値上げの波はまだまだ続く。今回は2024年度前半の値上げ情報をまとめてみました。いやー、値上げでございますね。なんかすごいよね。なんかもう飛んでくるニュースが年末から年始にかけて値上げのニュースばっかりよね。ウイスキーって本当なんか値上げがもうなんか常態化してるっていうのが今のねウイスキー業界なんですけれども、いやもう本当矢継ぎ早に値上げのニュースが飛んできて、まあ去年のね年末らへんにサントリーさんや日華さんがドンドンとこうでかい値上げの情報を入れてきたかと思えば、スコッチ方面でもこまめに情報が入ってきて、もはやあのウイスキー業界全体でもうどんどん価格上昇がこの 2,3 年ずっと続いてるって感じよね。まあね、純粋にやっぱり日本の円安とか国力の低下とかいろいろあるんでしょうけど、だからそんな中で今回値上げ情報ですね、我々まとめたんですけど、早速それを見ていきたいと思います。まずはですね、2024年2月出荷分の値上げということでですね、もうすでに2月に入っているので、すでに値上げの状態なんですけれども、モエヘネシー&リアジオ社さんの取り扱っているウイスキー商品がすでに値上げとなっております。ウイスキーの銘柄としては、オールドパーにグレンモーレンジーにアードベック、タリスカー、ロイヤルハウスホールドの5銘柄なんですけれども、それにね、細分化すると結局結構なボリュームになってるわけですけれども、ここでそのちょっと値上げしたやつちょっと見ていきたいと思います。アードベック10年は値上げ前のメーカー希望小売価格が消費税込みで7480円だったのが7705円と225円アップしています。オールドパー12年は値上げ前が税込み6380円が6710円で330円のアップです。超熟物で言えばグレンモーレンジ18年が税込み18260円から19360円、1100円のアップ。タリスカー18年は税込み2790円から22880円で2090円のアップとなっています。最も価格が高いロイヤルハウスホールドは税込み45430円が47740円で2310円アップと、どの銘柄も微増の値上げにとどまっていますが、店頭売価で直接ガツンと肌で値上げを感じることはないのかなと思う次第です。まあ、正直ですね、MHD のあの銘柄の値上げっていうのは、まあ時代の流れからして仕方がないのかなっていうところが個人的な印象なんですよね。まあ正直あのまあ微増というか少しずつ上げてるって感じで、実は2月出荷分より値上げされているウイスキーは他にもあります。それがデュアーズブランドとアバフェルディブランド、この2つのブランドと、あとがオルトモアの12年になりますね。まあデュアーズはまあ皆さん言わずと知れたね、こう割とね居酒屋さんなんかでも札幌系のあのビール扱ってるところなら結構見るんですけど、そのあたりもしっかりと値上げになってるんですね、ベースアップって感じで。ではそのあたり少し見ていきたいと思うんですけれども、デュアーズはホワイトラベル12年15年18年が値上げに。中でもデュアーズ18年は税込み 13,750 円が 16,500 円と 2,750 円のアップとなっています。そして昨年下半期に世間をざわつかせたあのアバフェルディ12年も税込み 4,730 円から 6,050 円に 1,320 円アップで値上げとなっています。アバフェルディはね、まあなんか在庫がないということだったんですけども、この値上げのタイミングでどうやら国内に再入荷するようですので、まあちょっと値上げした段階での、まあ、再入荷という形なんですけれども、一応なんか国内にはどうやら流通するようですので、まあこのタイミングで皆さん購入されるのがいいのかなとは思います。そしてここからはこれから値上げする銘柄について話していくんですけれども、2024年3月度にはフォアローゼスブランドが値上げとなります。スタンダードタイプブラックラベル、シングルバレルにプラチナとですね、なんか結構ねまたこうグッと上がるんですよね。実際はオープン価格とのことなんですけれども、だいたいおおよそ 12% から 17% の値上げ幅で上がるだろうというふうに言われております。
実際2023年4月に再値上げをしたばかりで、もう1年待たずの値上げということでですね、ローゼスブランドも結構ね、1年2年前に比べるとぐっと価格を上げたような感じで、バーボン全体の価格が本当底上げされたなっていうのが印象なんですけれども、実際このフォーローゼスブランドもですね、もう今のうちに、まあ好きな人は買っておくのもよろしいのではないかと思います。そしてここからが本当の地獄でございます。2024年4月の値上げ、ここからが本番でございます。やはりなんといっても国内2大メーカーのサントリーさんとキリンさんの同時値上げですよね。これがやはり非常に痛い。やっぱりね、こう今回一番その皆さんの注目を集めているのが、山崎、白州、余市、宮城京、竹鶴、この5ブランドが現行価格4950円税込みが、なんと驚きの7700円税込みに爆上げという形でですね、値上げ幅も驚異の 55.6% と、もう本当ありえない額の値上げということで、世間はかなりざわついております。詳しい値上げ動画は我々の過去の動画をね見ていただくとして、ここでは代表的なものをいくつかピックアップして見ていきたいと思います。まず響きジャパニーズハーモニーは、消費税込み6050円から8250円の2200円アップに、シングルグレーンジャパニーズウイスキーチタは4400円が6600円で同じく2200円アップ。続いて山崎12年と白州12年は1万1000円が1万6500円と5500円のアップ。山崎18年、白州18年は3万5200円が驚きの6万500円、2万5300円のアップです。そして山崎25年、白州25年、響き30年のハイエンドトリオは現行価格17万6000円から大幅値上げの39万6000円。その上げ幅はなんと22万円アップとなっています。日課の方も負けてはいません。フロムザバレルは3080円が3520円、440円アップとなります。ザ・ニッカ・テイラードは現行価格が7150円から9350円、なんと2200円のアップとなります。そして余市10年は8800円が13200円、4400円のアップとなっています。国内ウイスキーは有名銘柄を中心にやはりかなりの値上げという形でですね、まあ非常に厳しい状況にはなっているんですけれども、皆さん4月までにですね、できるだけまあ確保しておくことをお勧めしたいと思います。そして4月は何もジャパニーズだけではありません。スコッチやバーボン、アイリッシュにカナディアンと、いろいろなウイスキーがさらに値上げを推し進めていくことになります。その中でもラガブーリンやカリラ、ボーモア、ラフロイグ、オーヘントシャンにシングルトン、ジョニー・ウォーカー、グレンフィディックにクライヌリッシュなど、それこそ数多くのブランドがかなりのアイテム数値上げという形でですね、輸入ウイスキーが大好きな人にとってはかなり厳しい逆風となる4月となりそうです。ではそこもいくつかピックアップして見ていきたいと思います。まずラフロイグ10年は消費税込み7084円が8151円、1067円のアップとなります。続いてカリラ12年ですが、7425円が8580円、1155円アップとなります。ラガブーリン16年は12980円が15400円、2420円のアップとなります。グレンフィディック21年は36300円が39930円、3630円のアップとなります。ボーモア18年は13200円が18480円、5280円のアップとなります。ジョニー・ウォーカーのブルーラベルは現行価格が25410円から35円の3800円、5390円のアップとなります。そして長熟会の代表銘柄バランタイン30年は96800円から116160円、
19,360 円のアップとなります。ウイスキー界のロールスロイスのハイエンドマッカラン30年は386,496円が605,000円と218,504円のアップとなります。他にもアイリッシュからはカネマラ、カナディアンからはカナディアンクラブ、バーボンからはメーカーズマークも値上げが予定されています。というわけでですね、割とまあ目立つところだけピックアップして紹介させていただいたんですけども、いかがですか。まあ個人的にかなりね、有名銘柄も多いよねっていうところで、本当頭が痛いっていうのが正直なところなんですけども、まあ今モッサンがですね、まあちょっと個人的にちょっとこれ買っといた方がいいんじゃないのっていう銘柄なんですけれども、まあモッサン今ちょっとおすすめしてるのはね、まずチタなんですよね。まあそもそもまあ山崎や白州響きっていうのはもう多分ねちょっと手に入らないんじゃないかなって個人的に思ってて、まだチタとかならあるなっていうところで、チタもね今4400円がまあ6600円になっちゃうんで、今だとなんか3本で13200円なのが4月以降だとね、これが2本に減っちゃうんですよね。純粋に1本減っちゃうっていうところで、だからチタなんかは結構ねおすすめなんじゃないかなと思ってます。他にもね、こうバランタインや、まあ、シングルトンなんかもね個人的におすすめで、特にバランタインなんかはね12年がなんか終売するということで、今回の値上げ情報の中にもなくてね、こう5月でなんか全世界一旦終売みたいな感じのね情報が出てますよね。あとはやっぱりなんといってもね、超熟系のジョニーウォーカーですね。ジョニーウォーカーもガンガン今値段上がってますよねっていうところで、だからグリーン、ゴールド18年でやっぱブルーですよね。この辺はね、もしちょっとお財布に余裕のある方は今のうちに抑えておくのもいいのかなっていうところはね個人的に思ったりします。まあモッサンのおすすめする値上げ前にこれ買っとけっていうのはそのあたりですかね。ぜひ皆さん抑えておいてください。というわけでですね、今回はちょっとねギュッと凝縮して、まあ、値上げのニュースをまとめてみたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。ほんとねウイスキー業界まだまだ値上げの波これからも押し寄せてくることかと思います。で今回はそれをねこう本当にもうかいつまんで目立つ銘柄だけをちょっと紹介させていただいたんで、まあそこでちょっとあのウイスキーも上がるんだとか、あこれやべえ買っとかなきゃっていうことねあると思うんで、ぜひぜひ。で詳細に関してはねサントリーと日華はね去年上げた動画があるので、そっちの方を見ていただければ詳細な値上げ幅とか詳しく紹介しているので、そちらの方をまた参照していただければなと思いますね。今回の動画がですね良かったなという方、いいねチャンネル登録コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。値上げの波に負けないぞ、モッサンハイボールクラブでした。